赤字くじく。さあ、華々しい海外での功績を引っ提げて、堂々と凱旋をした、天心ですけど、その後どうなったのかっていうと、実はね、日本美術院っていうのはもう末期状態だったんですね。まあ、行く前からも結構やばいやばいっていう状態で、いつになったらちゃんと元通りになるのかなっていうのを思ってたんですけど、結局ね、元に戻らないまんまで、空中分解してたんですね。で、そんな中で、まあ、言ったらもともとやばかった状態なのに、そのトップである岡倉天心が抜け、海外に行っちゃったと。しかも、右腕と左腕の横山大観と菱田俊相を連れて行っちゃったということで、もう残されたのはね、橋本画法っていうおじいちゃんしか残ってなかったんですよ。もう仏の画法と言われてるおじいちゃんで、別に橋本画法はそんなに岡倉天心ほど狂犬を持ってたわけじゃないので、まあ、もう仏の画法と言われるぐらい優しい人だったんで、そんなに統率力もなかったんでね、やっぱりこのね、イズムのゴタゴタっていうのを統率するのにはやっぱりそれなりの精神力とこうリーダーシップが必要だったんで、そこはねやっぱ橋本画法では無理だったんですよ。でまあそれらがいなくなっちゃったんで、まあ言ったらね、まあ、リーダーいないんで、まあなんだろうな、ヨシキが抜けた X ジャパンみたいな感じですかね。X ジャパンのヨシキがもう海外行っちゃって、しかも右腕と左腕の、まあなんだろうな、党で言うと、都市と、まあ、ヒデか。昔で言うとヒデね。まあ生きてた時のヒデが両方とも抜けて残ったのはパタとヒースしかいないみたいな、そんな感じだったんですよ。いやー、パタな、ヒース、俺たちだけで残ってるけど、どうしたらいいかな。無理じゃね、俺らで X ジャパンって言っても多分誰も喜んでくれねえよ。そうだな、じゃあソロ活動でもしとくか、みたいな感じで、それぞれのソロ活動をするみたいな感じで、橋本画法もソロ活動に入りまして、残ったメンバーもやっぱりソロ活動でして、みんな誰もこの側だけが残って、誰もいないみたいな、そんな状態の中で、岡倉天心も、横山大観も菱田俊相も帰ってきて愕然とするわけなんですね。なんだよこの状態、俺らせっかく海外でデビューしてきてめちゃめちゃいい話もいっぱいあるのに、なんだよ誰もいねえじゃねえか、もう画法さんの資材もいないじゃないか、もう仏の画法どこ行ったんだよみたいな感じで、こう空中分解で、これはもうさすがにまずいな、もう仕切り直ししないといけないなと天心も思ったんですよ。でもうこの空中分解の日本美術院をもう一回立て直そう、俺たちの中でやりたいようにやろうということで、コアなメンバーだけ集まればいいっていうふうな天心の発想になったんですね。でもう場所もね、もう移動する、もう東京じゃなくていい、もうこの時は東京の谷中っていうところに日本美術院っていうのがあったんですけど、そこも畳んで、もう俺たちが理想とする場所に行こうということで、茨城県の、伊豆良の方に移転します。ここからね、有名な、伊豆良時代と言われている、日本美術院の、伊豆良時代というのがここからスタートします。でその時のメンバーっていうのが、岡倉天心と横山大観と菱田俊相、あと下村寛山っていうね、横山大観と東京美術学校の時の同期なんですけども、まあすごい芸達者な、何でも描ける温厚な寛山さんって言われてるんですけど、寛山さんと、あとまあそれのみんなの後輩にあたる木村武山っていう、この4人がね、岡倉天心に慕って、茨城県の伊豆良の方に、移動したというふうに、ここからね、こっちの方がね、日本美術院というのは実は有名というか、よく取り立たされる映像になると思うんですよ。絵になるんですね。よく和室、このね、伊豆良のこの何て言うの、建物の中でこうみんなで絵を描いてるんですけども、畳の横一列にちょうど、木村武山、横山大観とか、菱田俊相、下村寛山が横一列に白い着物を着て、みんなで絵を描いてると、畳の上でね、みんなで絵を描いてるっていうのが写真でパシャって撮られてるのが結構ね、資料として出てくるので、まあ、どっちかというと院展と言われると、日本美術院と言われるとこの伊豆良時代を想像される方が多いかなと思うんですけど、実はこれはこういういきさつがあって、空中分解して再起を図るための移動だったんですね。そういう時の時代のものだったんですね。でまあ当時の日本からすると、もうこれはね、相当バッシングというか、こき下ろしが起こったんですよ。岡倉天心偉そうなこと言ってるけど、結局何にもできてねえじゃねえか、結局お前は美術学校騒動でトラブルを起こして日本美術院っていうのを建てたけど、わけのわからない朦朧体みたいな変な絵を描いたかと思えば、インドになんか逃げて、でそのままインドから帰ってきたと思ったら、なんか今度アメリカに行ってわけのわからない難しい英語の論文を出して、もうそれでなんかね、やってるけど、もうよくわからない、結局うまいこと言ってないじゃないか、みんな誰もお前についてきてねえじゃねえか、で結局はなんだ、いずれにこう移動するのか、もうそれはお前らあれだな、日本美術院の都落ちだな、もうお前ら終わりだなみたいな感じで、当時からめっちゃバッシングが浴びせられるというね、非常に辛い状態だったんですけども、それでもやっぱり岡倉天心にみんなついていったんです。この4人、コアの4人はついていったんですよ。
ね、当時はあの、ね、横山大観とか石田春荘っていうのは、まあ、海外で成功した時のお金がまあ手に入ってたんで、それで東京に家を建ててた時だったらしいんですよ。で大観っていうのも再婚を確かしようとしてたって、再婚したのかな、そういう風な時期だし、石田春荘っていうのも子供がね3男目かなんかの時に生まれて血のみ子がいるような状態の中で、東京でさこれからやってくぞ、家も建てるでパパやったーみたいな感じで言ってる時に、おい伊豆らに行くぞみたいな感じで引っ越し、みたいな感じで、 今で言った家族の大騒動ですよね。もう離婚になるかもしれないみたいな、もう結婚、横山大観結婚再婚したのにすぐ離婚になるかっていうような、そんな状態だったんですけども、それでも押してやっぱり、岡倉天心についていこうと思ったんです。それだけのやっぱカリスマ性っていうのが岡倉天心にはあったんですよ。まあね、横山大観と菱田春荘はね、あの海外で一緒についてるのでそれはまあ分からんでもないんですけど、やっぱり下村勘三とか木村武山っていう他のこのメンバーにとってもやっぱり岡倉天心っていうのは、すごい人だということで、付き従っていったと。でまあこの下村勘三と木村武山っていうのはあのそんなに尖った絵は描かなかったんですよ。まあまあ多少描いてたんですけども、それでもやっぱりあの日本のその画壇というか、まあ、あの市場の中で受け入れられるような分かりやすい日本古来の絵も芸達者なんで、まあ、描いてたんで中央を行くみたいな感じで描いてたので、まあ、そこそこあの絵は売れてたので、まあ、注文もあったんですけど、横山大観と菱田春荘っていうのは海外で成功したのがあるので、やっぱりその路線をずっと貫き通して、俺たちはもう芸術家としてこれでやっていくんだってこうずっとどんどんハマっていく形になったんで、攻めて続けたんですよ。そうするとやっぱりね全然売れなかったらしくて、この伊豆ら時代っていうのはこの二人にとってはめちゃめちゃ大困窮のもう生活苦の時代だったというふうに言われてます。でこの伊豆らっていうのはまあ、すごい魚が安いエリアなんですね。お魚が安くてもう、まあ、食べるものには苦労しない、そんな苦労しない、お魚さえ買えるからみたいな感じで言われるぐらいお魚が安いところなんですけど、そこでお魚すら買えないぐらい困窮してたと言われております。だからもう朝から、ね、釣りをしなきゃ食事ができないみたいな、血のみ子もいるんでね、菱田春荘はもう今日のために晩御飯のためにお父さんは釣りをしてくるみたいな感じで、お父さん絵描かなくていいの、絵描いてても売れないからな、お前たちを食わすためにやっぱり何を言うにもやっぱり食べ物が必要だろうみたいな感じでこう釣って朝から釣りをして、で夜になってやっと絵を描くみたいな、なかなか画家としてのこう本望を果たせない状態がずっと続いてたんですよ。あまりにもひどい状態だったので、それを見かねてこう、ね、天心の知り合いが天心に言うわけなんですよ。岡倉さん、この大観と春荘なんとかしてあげてくださいよ、このままじゃ乞食になってしまいますよみたいな感じで、もう天心に対してもう心配で苦言を呈すんですよ。そしたら天心なんて言ったと思います？乞食になるならなってしまえばいいじゃないですか。この二人が自分の理想を追い求めてそういう姿になっていってるということは、それ結構なことなことじゃないですか。芸術家というのはそもそもそういうもんですよ。自分の信念のために周りを犠牲にして、生活を犠牲にしてでもそれを貫き通す、それで自分の生活が成り立たなくなるような、それぐらいの覚悟を持たないと人を感動させるような革新的な絵を生み出すことはできませんよ。ただ本当にこの大観春荘が乞食のような境遇になってしまったら、あなたは着物でも送ってやってください、あの二人に。私は米や味噌でも調達するようにして彼らに送るようにします。とりあえず好きなようにさせてください。ギリギリのところまで私は見てますから、彼らが本当に立ち行かなくなったら私が助ける、それまでは彼らの思う通りに自分の画道を進めるようにさせてあげてくださいっていうような感じで言ったんですよ。これはね、もう天心のすごい優しさが伝わってくるエピソードかなと思うんですね。でまあね、ケツを持つ、でも基本は放置プレーだけどケツは持つってちゃんとしっかり見てるっていう、まあ、理想の上司じゃないですけども、ね、なんだかんだ何でもかんでも言ってくる上司って嫌じゃないですか。そうじゃなくてちゃんとこう黙ってね、親っていう字はこう木の上に立って見るって書くじゃないですか。もうちゃんと見てるんですよ。大観と春荘がどうしてるかなって見ながらでも口は出さないっていうのがね、やっぱ理想的な姿だったんですよ。やっぱカリスマ性が強いですね。でそれを後年天心が亡くなった後に大観はその、ね、知人から聞くわけなんですよ。岡倉さんは実は
2人が苦しんでらっしゃる時にこうこうこういうふうに言ってましたよって言うと、もう大観はもう涙してもう岡倉先生みたいな感じになったって、もうそれなりますよね。そんだけ優しい愛情で見守られながら2人は自分の画道をどんどんこうね、絵画というものを突き進んでいくというふうな、そういうふうな時代だから濃密だったんですね、この時代っていうのは。あんまり長くは続かなかったんですけど、すごい濃密な時代で2人は自分の芸術っていうものを苦しい中で育んでいて、新しい活路を見出そうとした、そういうふうな時代がいずら時代になります。で、そうこうしている中で転機が訪れます。それが、文展の開催が決定したんですね。開催です。文展が、まあ、解説でもいいんですけど、開催が決定した。この文展っていうのは何かっていうと、冒頭で言いましたね、今の日本画壇の、二大双璧っていうのが日展と院展だって、展覧会でね。で、院展は、ね、日本美術院がやってる展示会で、日展っていうのは国主催でやっている展覧会、もともとは国主催でやってた展覧会で、今民営化されてるけど、それがもともとは国主催でやってたよっていう、その日展っていうのは名前がコロコロ変わってて、もともとの名前はこの文展だったんですよ。で、文展、定展、新文展、日展、海藻日展とか、いろいろ名前が変わっていくっていうのを、日展と院展の歴史っていう動画を作ってるので、そっちで集中して言ってるので、まあ、よかったら見てください。まあ、その、国主催の、展覧会が、文展が開催されるということが決定したんですね。これ1907年なんですけども、これはなんで開催されるようになったのかっていうと、まあ、日清戦争、日露戦争を勝利することによって、やっぱりこう文化の一等国になったっていうのが一つ大きなきっかけだったんですよ。で、海外にもやっぱり日本の文化っていうのは、まあ、文明国として一応認められたということで、自分たちの文化を発表する場を作りたいっていうのと、で、海外ではもうその国主催で大規模な展覧会を行って、自分の自国の文化美術をこう育成していこうっていう動きがあったんですよ。ヨーロッパとかオーストリアとかではね。で、そういった流れを、この時に内閣が変わって文部大臣になった牧野信明っていう人は知ってたんですよ。ウィーン、オーストリアとかに行ってて、そこで海外の美術行政のやり方っていうのを見てたので、これを日本でもいつか取り入れたいなってずっと思ってた時に、あ、時が来た、俺文部大臣になった、あ、これやる時だみたいな感じで、文展を開催することが決定したんですね。予算もすごいかけれるんで、大規模な展覧会になるわけですね。言うたらもう発表の場がやっと出来上がった、もう国お上主の、作る発表の場っていうのができたということで、芸術家からしたらやったーってなるわけですよ。俺たちのゴールが見えたみたいな感じですよね。今までは何のために、どこに発表するために書いてるのかって、やっぱ分かりにくい。もう別にね、院展だけじゃなく、日本美術院だけじゃなくて、いろんな団体あったんですけど、やっぱここにちょこ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 やってる展覧会じゃなくて、文展っていう大きな舞台が出来上がったっていうことで、あ、そこで評価をされれば俺たちは美術家としてやっていけるんだみたいな感じで、やっとこう美術のこうなんていう、ずっとね、明治の初めからこう来てたのが、ここに来て頂点になったみたいな感じで盛り上がったんですよ。で、その盛り上がったのは、日本美術院のその横山大観とか菱田春草も含めて、この4人もやっぱり、やった、俺たちここで出品するぞみたいな感じでなったんですよ。盛り上がったんですよ。で、さらに言うと、この牧野信明っていう文部大臣は、実は岡倉天心と同じ大学だったんですよ。東京大学だったんですね。でまあ、先輩にあたって1個下か2個下ぐらいで、岡倉天心だ、面識があったんですよ、大学の時に。で、当時から岡倉天心のその英語力とかはすごい頭が切れる男だっていうふうに牧野信明はそれを買ってたんですよ。で、文展を開催するにあたって審査員の選考がすごくこう揉めたんですね。何が揉めたかっていうと、誰を審査員にするのかっていう中で、こう審査員のいろいろね、候補が出るんですけど、その中にやっぱり橋本画法は入れなきゃダメだみたいな、そういうふうな画壇の中の空気があったんですよ。橋本画法って言うとね、もうここで空中分解してソロ活動してるおじいちゃんですよ。仏の画法なんですけど、やっぱりね、言うても可能がラストジェネレーションの、橋本画法で生き字引みたいなもんですよ。で、もともとは東京美術学校でこう教授をしてたっていうのもありますし、やっぱで仏の画法なんて人とこうね、喧嘩しない仲がいいということで、やっぱりね、画壇の中ではもう最長老みたいな扱いだったんですよ。で、この画壇の中で最長老みたいな橋本画法には絶対審査員で出てもらわなきゃダメだねっていう話があって、で、橋本さん、ちょっとすいません、出てくださいってこう行くわけですよ、文展のこうね、役員というかあれが。なら橋本画法は、
ああ、私は出てもいいんですけども、私が出るならやっぱり岡倉くんも出てもらわないと困りますな、私一人ではちょっと出れませんわ、岡倉くんも出てくれるなら私も出れますみたいな感じで、橋本が放課後で岡倉天心を出してくるんですよ。こうちょっと微妙な空気感だったんですよ、岡倉天心と橋本がほんとこの時に。で、まあ、なんかもうね、音信不通で、片や東京に多分いると思う橋本画法と、茨城県の伊豆良にいたり、まあね、海外に行ってる岡倉天心なんで、疎遠になってたんですけど、やっぱり岡倉天心に対して橋本画法というのは、特別な感情を持ってたと思うんですよ。まあ、言うたら、自分たち、ね、明治維新になって全然食えなかった時代の橋本画法を見つけてくれたのは、アーネスト・フェノロサと岡倉天心だったんですよ。見つけられて、そこで花開いて、で東京美術学校の教授にもなってっていう風な時代をずっとこう岡倉天心となんだかんだとつながっている中で、やっぱり岡倉天心に対してすごい特別な感情があったので、やっぱり岡倉天心っていうのは素晴らしい美術評論家だと、これからのやっぱり次世代を率いていくためには欠かせない人だ、その人がこの国が主催する展覧会にやっぱり返り咲くっていうことが必要だっていうふうに橋本画法は考えてたんですよ。で当時は岡倉天心ってやっぱりここでも鼻つまみものだったんで、都落ちだとか言われてやっぱりダメだということで、美術の業界の中ではこう触れてはいけないパンドラの箱みたいな扱い、腫れ物みたいな扱いだった中で、橋本画法が岡倉天心が出ないって言ったもんだから、もうだいぶ揉めたらしいんですよ。どうすんだよお前、橋本画法は必要だけどこいつが来たらもう絶対揉めるじゃねえかみたいな感じでめっちゃこう揉めたと。でもどうすんだってこういろいろ会議をしてる中で、なんかその会議をしてる役員会の中で一人、もう分かった、もう橋本画法は絶対出てもらわなきゃいけないな、それ分かってるから、もう、私は岡倉天心と元々故郷が一緒だ、同郷の身だから、わしが岡倉天心を何とか言うこと聞かす、黙らすみたいな感じでこう強権発動したなんか人がいたんですよ。で分かりました、じゃあ頼ますよって言って、岡倉天心に、すいません天心さん、橋本画法さんもこう言ってるんで、文展の審査員やってくれませんかってこう言ったら、岡倉天心は今度、いや私一人じゃダメだよ、やっぱり横山大観とか下村寛山とか菱田春草とかも審査員に入れてくれないと私一人ではできませんよみたいな感じの答えを言われたらしいんですよ。でもうその担当医も、マジでまたややこしいこと言いやがって、もう何やねんみたいな感じで、とりあえず持って帰ってまた揉めるっていうね。でどうすんだということで、結局紆余曲折あって、第1回の文展では岡倉天心と横山大観と下村寛山が、審査員として、入る形になりますということで、ここでね2人が、表舞台に戻るんですね。で天心も表舞台に戻るんですよ。今まで言ったら、ね、東京美術学校騒動以降日本のただの一般人でずっとね水面下で動いてた男はやっと表舞台に戻ってくるんですよ。で文展側の対応策としては、このね新派系の人がいっぱいいるから、もっといっぱい新派系をこう入れて、いろんな人の意見をしてちょっと薄めようみたいな感じで、新派系ばっかりの、文展になっちゃったんですね、最初の第1回っていうのは。でそれに対して旧派系っていう、古来からの日本美術を守ろうみたいな、保守な人の画家の集まりっていうのがあったんですよ。でこう言ったら新派系、新しいものをやっていこうっていうものがいっぱい主役になってる文展なんかに、俺たちは出ねえみたいな感じで、なんだよそれ、俺たちのこと無視しやがってみたいな感じで、旧派は全員ボイコットするっていうことで、第1回目は新派系しかほとんど出ないという展覧会になったという、なかなか波乱の幕開けなんですよね、文展っていうのは。でそうこうしてて、じゃあそのまま行くのかなと思ったら、そうにならなかったんですよ。第2回目はこの内閣が実は総辞職して、新しくなった内閣は実は旧派とめちゃめちゃつながりが強かったので、その文部大臣は旧派とめちゃめちゃつながりが強かったんで、旧派系の審査員をどんどんこう文展に天下りさせたというか、もう、ね、人事に介入して入れちゃったんですよ。それに新派は今度反発して、なんだよその横やりは、なんだよその強権はみたいな感じで、もう俺たちはそんなだったら出ないよって言って、こっちはこっちで新しい団体を作って、なんかそっちの展覧会みたいなものを作って、今度は第2回は旧派がほとんどを占めるっていう風な、そういう風なトラブルがあったんですよね。まあなかなか波乱な幕開けの文展だったわけなんですよ。でまあその新しい団体も作って、新派系の団体も天心を筆頭に、ね、作ったんですけど、やっぱりねなかなかイズムが、同じ新派系って言ってもやっぱ全然違うじゃないですか。
もともとはインテンを抜けた人たちが作った団体とかもあったんで、全部一括りに新派系ってしてもね、やっぱりうまいこと続かなかったんですよ。1回目2回目ぐらいはなんかうまいこと言ったんですけど、やっぱり続かなかって、で結局ね、トラブルが絶えなかった。第3回目の時はもう天心は審査員を辞任するっていう形で出なかったんですよね。で、その代わりに自分の代わりに菱田俊曹を、審査員にしてくれみたいな感じで、そこから、まあ、文天で菱田俊曹は活躍していく形になるんですけど、まあ、その後すぐ死んじゃうんですけどね、菱田俊曹というのは悲しいかな、亡くなっちゃうんですけども、まあ、そういうふうな後世に表舞台を渡して、自分は審査員の表舞台から退くという、そういうふうな流れになったんですね。じゃあ天心、文天やらなくて、院天もなんかね、こっちが主体だからもうちょっと中途半端だから どうすんのみたいな感じ、何すんのって言ったら、実は、岡倉天心、これにはボストン美術館からの熱烈オファーがあったというふうに言われてるんですね。というのはこの前にね、海外で、すごく、まあ、岡倉天心での活躍したじゃないですか。それはね、アメリカの大統領にまでね、意見をするような、で世論も動かすような、そんな活躍をしたのをボストン美術館がほっとくわけないじゃないですか。これは岡倉天心にボストン美術館の役員になってもらおうみたいな感じで熱烈にこうオファーをするわけなんですよ。スカウトに行って、で岡倉天心さん、ボストン美術館で働いてくださいみたいな感じで、岡倉天心を誘ったと。で、ボストン美術館からすると、やっぱりこう美術品のいろいろ整理はしてくれたけど、もっと増やしたいと、もっともっと拡充したいっていうふうに考えてたので、もっといろんなものを買いに行ってほしい、それには収集してほしい、それにはやっぱ岡倉天心さんが必要ですねっていうオファーがあって、で岡倉天心からすると、なんか国内のやっぱりこういうごたごたした、もちろん可愛い弟子たちはいるんですけど、こういうごたごたした、言ったらちっちゃいことでなんかトラブってるよりも、やっぱり世界で活躍したこっちの方が大きく意義があることなんじゃないかっていう風な発想になったと思うんですよ。というのは日本の美術品が言ったらボストン美術館にめちゃめちゃたくさんあるっていうのは、日本人からしたらなんかちょっと嫌というか変だなと思いませんか。国宝なのに海外にあるみたいな、それはなんで日本の方になんか ないんだよ。だからよくね、今でも展覧会でボストン美術館からのコレクションが来た展示会ができますよみたいな感じでドーンって出るんですけど、なんで日本でそんなのないのっていう、日本であった方がいいじゃんって思うかもしれないですけども、岡倉天心もね、最初はそういう気持ちだったんですよ。日本の美術が流出するのを防ぎたい、だから荒廃するのも防ぎたいから、文化財保護法みたいなのをこう作っていこうみたいな感じでしてたんですけども、途中から、ね、多分考え方が変わったんだと思います。ボストン美術館に行って、やっぱり綺麗に展示されて、それなりの保管もされて、で年代ごとにこうされて並べられていると、陳列もされている、で西洋の人がそれを見に来て日本の文化をこう理解するっていうことは、これはこのボストン美術館っていうものを日本の文化のショーケースのようにすることはできないかと。これを見に来ることによって、結局は日本、言うたら日本の文化を理解してもらうことが大事でしょと。そのためには別に日本でこう美術館を保管しておく必要はないじゃないか、それよりも海外に置いて、海外の方が気軽に見に来れて、海外の方が日本の文化の理解を深めてくれるようにするように、このボストン美術館を拡充した方がいいんじゃないか、結局はそういうことなんじゃないかっていうふうな発想につながったんですね。なのでボストン美術館からのオファーを受けるんですよ。で最初は東洋美術部長とかになるのを拒んでたんですけれども、結局は最後は受け入れて、精力的に、日本美術とか、東洋中国とかインドとかの美術品もこう集めていくような、そういうふうな動きになっていくんですね。それがボストン美術館勤務の時代になっていきます。でこのボストン美術館勤務の時代なんですけども、もうめちゃめちゃ殺人的なスケジュールをこなしてるんですよ、岡倉天心っていうのは。でちょっとこの、ね、帰国してから、このイズラ時代の時からもうすでにちょっとボストン美術館の業務とかぶってるんですけども、それはこことここはちょっと分けてね、ここだけ紹介したいなと思うんですけど、まあめちゃめちゃ細かいので、ちょっと僕カンペを用意させていただきました。これを元にこれをここに書こうと思ったのに、もうめちゃめちゃちっちゃい字になってもう読めないので、ここでちょっとカンペを置かせてもらいました。皆さんにはここにでっかい画像を貼らせていただきますので、この画像をもとに見て聞いていただければなと思います。
まずね、明治38年の4月から9月、まあ、1905年ということで帰国後日本で収集活動を大々的に行うというこれはボストンで、いろいろね茶の本とかいろいろ大観と春草を連れて、行ったあの後に帰ってきた、年代になりますね。その後日本で収集活動を大々的に行うんですね。まあボストン美術館 の展示品をさらに拡充しようということでいろいろ買い漁るんですね。で明治38年の10月1905年に、第2回ボストン勤務ということでもうそのすぐ後に第2回にこうまたボストンに行くんですよ。どんで帰ってきて速攻行くのとんぼ返りみたいな感じでまたボストンに行くんですよ。もうすげえなと。でその翌年の明治39年3月1906年に、帰ってきますともう行ったり来たりすごくね。当時日本じゃ飛行機なんかないので当然船で行ってるわけなんですげえな。船でまた行って帰って行って帰ってってなかなかタフガイですよね岡村天心。でその後、明治39年10月1906年に、第2回中国旅行ということで、今度は中国の美術品を収集しに行くために、中国にもう一回旅立ちます。それがなんといずらに移転する直前だったというんですね。だからもう直前に中国に旅立つから実はこのいずらの引っ越しは横山大観にほぼ大部分を任せて行ってきますみたいな感じで旅立ったっていうねもう丸投げジャイアンやなみたいなそんな感じですけども、まあ、横山大観がなんとかうまいことやったのでその間に天心というのは中国で美術品を収集していたという形になります。で、翌年明治40年の1907年に、帰国します。で、帰国して1907年っていうのは文展が開催されてたので文展の審査員を天心はやるわけなんですよ。もう行って帰ってすぐ審査員もうすげえなお前っていうどんなバイタリティやれんっていう人なんですけど、まあ、それをやってで、で次明治40年12月に第3回ボストン勤務ということで大体10月ぐらいの展示会なんでもう文展とかねそういう秋の展示会なんでそれが終わったらその次に速攻にまたボストンに行くっていう。もうすげえなどんだけ行くねんっていうボストンに行ってで、明治41年1908年その翌年ですね翌年に、帰国に際して敵情視察ということでヨーロッパに飛びます。ヨーロッパっていうのはすごい日本の美術品があるあの美術館がたくさんあったんですよ。大英美術館とかルーブル美術館とかあとはね、ベルリン民族博物館とかハンブルグ美術館とかいっぱいあるのを全部見てきたんですよ。でどういうふうなものが展示されてるのかあいつらはどういうふうなものを持ってるんだって全部チェックしてたんですよ。で岡倉天心が確信を得たのはあ大丈夫だこいつらはそんなに量持ってない。確かに大英博物館とかは量は多い西洋のものとかいろんなものはたくさんあるけど東洋のものに関しては手薄だなどこもそんなに持ってないあっても浮世絵がちょろちょろあるとかそんなレベルだ大丈夫だこれだということで、ボストン美術館の館長さんとかお偉い人に天心は言うわけなんです進言するわけですよ。もうこれからはボストン美術館は東洋美術に力を入れた方がいいですよ今でも十分あります今でもさ他のやつらを見てきましたけども勝ってますけどもさらに拡充してもう他の追随を許さないぐらいのもう世界ナンバーワンの、東洋美術の収集をしている美術館として売った方がいいですよ。これが差別化ですよ差別化ね。だからもう私がそのためにいっぱいいっぱい買ってきますから予算をくださいみたいな感じで、お予算をもらってどんどん買いに行くというそういう風な流れになったんですね。で、1908年その、ヨーロッパ視察が終わって、7月に帰国します。で明治42年はやっとお休みということで1909年は、天心さんはお休みをします。でその翌年、1910年も翌年1年単位で動いてるね。10月に第4回ボストン勤務ということで、ボストン美術館の、この時に初めて中国日本美術部長に就任をしますということで、それまでもねいろいろここら辺でごたごたがあったんですよね。あの文典があったりとか、審判と議派の対立があったりもう審査員を辞める辞めないとかいろいろ春草に審査員を託すとかいろいろ片付けた後で、正式に、中国日本美術の部長を就任しますということでここで初めて、就任します。1910年です。で1911年の1月から2月にヨーロッパへ買い出しに行ってでその11年の間にハーバード大学より文化修士の学位マスター・オブ・アーツというなんかまあ選ばれた人にしか与えられない称号みたいなのも天心はもらう形になるんですね。でもらって、その年の7月に帰国します。1911年に帰国すると。
で、その翌年1912年5月に中国美術品収集のために清国に赴くということで、なんかね、当時中国ってなんか革命が起こってた、もうすごい混沌としてる時だったんですけども、その時に乗じてなんか美術品をなんとか収集できるんじゃないかみたいな感じで、その華僑の中に飛び込んでいくんですね、桜天心っていうのは。で、そこでもまあいろいろ収集とか買い付けをして、その足で8月に、インド経由でボストンに向かうということで、インドに行くんですね。このインドに行くっていうのが、ちょうど、ボストン美術館で、今中国と日本の美術を、まあの部長ですけれども、ここにインド美術部みたいなのをそう増設させようみたいな感じの動きがあったんですよ。動きがあったんですよ。それはまあアジアなんでね、東洋なんで、もともと芸術って言ったらインドから始まって中国日本に来たよっていう流れの中で、インドの美術品も増強した方がいいよっていうことを、ボストン美術館に言ったので、その美術品を収集するためにインドに行くんですよ。で、そのインドに行ったこの1912年8月に、タゴールさん、ね、革命家の後にノーベル賞を取る人ですけども、その人と出会っていろいろやってる中で、これ天心はなんとラスト、人生生きている中で最後の恋をします。マジかよみたいな、お前また恋すんのかよ、懲りてねえなーみたいな。そのタゴール の遠い親戚だった人と、恋仲に落ちて、で、そのまんま11月にボストンに向かうんですけど、そのボストンに向かう間もずっと2人で文通してるっていうね、こうすごいですね。もう恋のラブレターみたいなのずっと送り合ってたみたいな。で、まあボストンに、到着したのが912年の大正元年の11月に第5回ボストン勤務ということで、もうこの時はもうね、ボストン勤務しながらも天心はラブレター書きまくりですよ。もう あの人のことを思うと胸が痛いって、もう何歳やねんっていう、もう僕50ぐらいのもう人ですよ。もうで結婚もしてね、奥さんもいて、あんた美術学校相当それで揉めてなんかいろいろあったんじゃん、もうなんで学習しないんだよ天心さんって思うんですけども、まあ恋は止められないということで、ずっとラブレターを送り合ってたんですけども、ただね、この時にあまりにもね、業務が激しいっていうのも含めて、天心というのはちょっと体を病んでたんですね。もうインド行った時にはちょっとやばかったみたいなんですよ。その時タゴールさんがあったんですけど、なんか岡倉さんおかしいな、覇気ないなみたいな感じで感じる部分があったぐらい、ちょっと病の兆候が出てたんですけど、やっぱりね、ボストンに行って第5回ボストン勤務中に体の不調をね訴えて、ちょっと早くに帰国します。それが1913年3月病気のため帰国して、イズラで休養をしてましたと。まあ、でいずれで休養しながらも、そのインドの恋人にはラブレターを書いてた。なんでラブレター書いてんの、休んどけお前はとか思うんですけども、書いてたと。ならばさらに病状が悪化するんですね。それが、8月24日心臓発作で病状が急変、うーってなるわけなんですよ。天さんだから言ったじゃん、もうラブレター書いてる場合じゃねえんだよバカ野郎、寝とけと思うんですけど、まあ、そこで 急変してもう、うーってなってて、で、ただちょっとね、少し回復したんですよ。大丈夫、心配かけた、大丈夫、元通りに戻ったから、ちょっとね、もう気分転換も兼ねて、私の別荘にちょっと私は行きたいなということで、新潟県にある赤倉山荘というところに、ちょうど天心は別荘を持ってたので、そこでちょっと療養しようということで、娘を連れて、その新潟の別荘のところに行くで療養する形になるんですよ。でそこでもラブレターを書いてたと。お前娘もおるやないか、娘もおんのになんで浮気相手のラブレター書いとんのバカ野郎みたいな。そうこうしてるうちに病状がね、やっぱり悪化して、9月2日に、赤倉山荘にて亡くなってしまうということで、51歳波乱万丈の人生を、ここで終える形になったんですね、岡倉天心。なんか最後までラブレターを書いて亡くなるっていう、なんかまあ岡倉天心らしいって言ったらしいんですけども、まあ波乱万丈な人生ですね。もう最後はなんか日本の美術のことについてこう語って亡くなってほしいっていう、なんかそんな感じはあったんですけど、まさかのラブレターを書いて亡くなるっていう。でまあね、岡倉天心はもう亡くなっちゃったんですけど、やっぱりね、それでも美術業界の中で、画壇の中ではね、すごく衝撃を持って受け入れられたというふうに言われてまして、これまでね、まあ、やっぱ腫れ物扱いされてたんですけど、やっぱ亡くなってしまうと岡倉天心の凄さっていうのに気づく人たちがやっぱりたくさんいたんです。やっぱりあの人ね、変なこといっぱいしてたけど、やっぱり言ってることすごかったよな、カリスマ性あったよなっていうことで、やっぱりそのお墓とか葬儀とかにもいろんな人が賛同したり、でね、海外でも著名の方なんで、名前が知れてる方なので、岡倉天心のこう死をすごい
痛むみたいな感じでこう文章が送られたりとか、まあいろいろあったみたいなんですね。でまあそのまあタゴールさんとかもね、亡くなって岡倉天心が亡くなってからですけども、岡倉天心のお墓にまでわざわざ日本まで来て、岡倉天心のお墓に挨拶をしてこう会話をしたと、惜しい人を亡くしたみたいな感じのことを言ったりとか、やっぱり、ね、すごい影響力を持ってた人なんですよ。岡倉天心はここでついえてしまうんですけど、そのイズムっていうのはどうなったかっていうのがやっぱね、岡倉天心は最後までやっぱりね考えてたんですよ。後世のことまでどうしたら日本の美術の、ね、ラブレターばっかり書いてたわけじゃなくて、やっぱり最後までこう日本の美術の将来っていうのをこう気に病んでたんですよ。でまあ、自分の中ではね、まあ、30年から60年かかるから自分は黒子に徹して後進を育てるっていう風なこのポリシーのもとで多分やってたと思う中で、こう病状のこう寝てる時にね、横山大観がとかがまあこう見舞いに来てるわけですよ。で先生しっかりしてください、先生がいなくなったらもう美術、この日本の美術はどうするんですか、我々はどうしたらいいんですかみたいな感じで大観は言うわけですよ。天心は何も心配することはない、ただ私の人生はもうここまでだ、寿命はここまでだ、私は自分のことだから分かる、体調はなもう裏切らない、もう私の天命はここまでだ、先生そんなこと言わないでください、俺たちどうしたらいいんですか。大丈夫だ大観、お前に全てを託してきてやる、大丈夫だ、お前が思う自分の理想の美術というものを、日本画というものを見つけてきたらいい、進めばいい、お前にはそれだけの器がある、その中でお前日本美術院このままの状態にしておくつもりか。確かに文展は開催された、ただ文展は言っても国が主催しているもんだから、いろんな権力とかそういうふうなトラブルの中でなかなか真の芸術家が活動する場にはなりにくいかもしれない。その中で受け皿的にどうしても両輪のもう一つの団体が必要になってくるはずだ。それはお前日本美術院じゃないのか。お前だったらできるよ。俺が成し遂げられなかったこれからの日本画の将来をお前が切り開いてくれ、頼んだぞみたいな感じで、横山大観にバトンタッチをしたと、だいぶ脚色入ってます今のだいぶ脚色入ってるけど、でも日本美術院をどうするんだってこのままにしておくつもりかっていう言葉は、岡倉天心は横山大観にちゃんと伝えたらしいです。でその言葉があったから、岡倉天心が亡くなった翌年に、横山大観っていうのは下村勘三と一緒に、このちょっと休眠状態だったね。もう岡倉天心がもうあんだけ外に出ていってたんで、さすがに文展もあったんで日本美術院っていうのはもうほとんど活動してなかった状態だったんですけど、それをもう一回立ち直らせて立ち上げて再興院展ということで、再び起こす院展という形で院展をスタートさせたんですよ。でそれは後々いろんなね新しい新派系の作家さん、まあ文展に対してねやっぱり批判的な意見を持ってた作家さんとかもやっぱいたんですよ、たくさん。でも活躍する場がないっていうので困ってた中で、その日本美術院っていうのができることによってこっちの受け皿になったんですね。なので文展と日本院展っていうのがこっからずっと歴史を追うごとに、まあ、ライバル関係でもありながらずっと日本の美術をこれから発展に向かうように、進めていくっていう風な流れになって今に至るんですよ。今の日展院展というものになってくるんですよ。こう聞くとね、今後日展とか院展見に行ってみたいなと思いませんが、なんか今のじゃあそれを踏まえて今の日展と院展はこういうイズムからスタートしていろいろあったけども、今どういう風なものが展示されているのかとか気になったりしませんかね。私もねそういう目で見たらやっぱり日展と院展で見ると面白いなと思います。今の日本の芸術日本画っていうのはどうなってるんだっていうのを見るのは楽しいなと思います。ね、日本の美術界でこう活躍してきた本当に近代日本、こんだけ聞くと本当に近代日本画壇を、まあ、生み出してきた変異してきた人物だっていうのが理解できると思うんですけども、本当に日本の美術にイノベーションをもたらしながら多くの画家をこう導いてきた岡倉天心なんですけども、そのイノベーションに必要なものっていうのは、常に新しいものを創造することだっていうのを最初の方に言いましたよね。創造すること、他人の模倣をすることじゃなくて新しく自分で何かを見つけることだと。
ね、いろんなものを取り入れてもいいんですよ。まあ、今の現代で言ったら、インターネットもありますし、SNS、Facebook もありますし、それこそ日本画、洋画という枠組みだけじゃなくてね、いろんなテクノロジーも含めて、浮世絵とか漫画とかね、サブカルチャーとかも、いろんなものを取り混ぜながら、新しい革命をしていくことが大切だっていうふうに、岡倉天心は言ってるんですね。それっていうのは本当に、今の我々の生きてる、ね、日常にも、こう、当てはまるんじゃないですかね。やっぱり、イノベーションを起こすためには、常に新しく何かを考えることだ、想像すること、それが求められてるんじゃないかなと思うんですよ。ね、今先が見えない時代だと言われております。本当にね、コロナもあって先が見えない時代ですけども、岡倉天心がこう示してきた姿勢っていうのは、そんな我々にも通じる部分はたくさんあるんじゃないかなと、私は思うので、私も掛け軸というものを海外になんとか知っていただきたいということで、今後もどん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 革新的な新しいことを取り入れて進んでいきたいなと思っております。で、皆さんも何か新しいものをこうね、イノベーションを起こしたいと思われている方は、常に自分で新しいものを発見して、前に前に進んでいくようにしていただければなと思います。それが岡倉天心が残した我々に対するメッセージじゃないのかなと思います。次のイノベーションを起こすのはあなたかもしれない。ではまた。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。